の日に向けた女性のためのドラマですので、ぜひ前向きになれると思いますので見てください。見てね。母の日のドラマということだったので、どんなドラマなのかなと思って初めて台本を読まさせていただいたときに、結構お母さんが女性として、お母さんというよりも女性としての生き方を描いたドラマだったので、どんなドラマになるのかなってちょっと、まあ、期待と不安と半分半分な感じで。そうですね、自分の梨紗子っていう役はちょっとこう女性として今すごい悩んでる立場で、まあ、現代っ子っていう感じだったので、まあ、喋り方とかもちょっとこう現代っぽい感じにしたんですが、お母さんの若い頃っていうのはやっぱりちょっとこう、なんだろう、憂いがあるというか、大人の女性っていう感じでトーンを落とした感じでやらせていただきました。であとはカツラをつけたりとか、ちょっとこう雰囲気を変えて、監督とも話し合って、神結の亭主の、映画の女性のイメージということで昔の方はやらせていただきました。すごいちっちゃくて、ものすごいなんかお人形さんみたいだったので、撮影の合間とかも一緒に遊んで、操り人形の真似をして遊んだりとか、楽しかったんですけど、れなちゃん結構緊張をして、私の顔を見てこうセリフを言うときにどうしても目をそらしてしまったりとか、カメラを見てしまうので、その辺が監督とカメラ見ないって言って言ったりしながら、で私の顔を見ると恥ずかしがるので、じゃあ目を見ないで、じゃあこの辺見て、この辺見てセリフ言ってって言ったりとか、いろいろ手この手でやりましたけど、みんなが優しくてすんごい楽しかったです。はい、ありがとうございます。